お願いしまーす。よいしょ。うわいつも通りでした。あ、ここの島すごい全部埋まってる。あ、え、あ、あっちに天然とかあるぞ。こっちにしまーす。おはようございます。いただきチャンネルがいもんでございます。ということで本日は神奈川県にございますビッグバンドライドガヤ店の、新川さんにお邪魔させていただいているんですけれども、なかなか抽選買ってないですね。68番ということで、まあ目星台は全埋まり、以前にねいい思い出があります。天然さんに行かせていただきました。まあ、何度もなるでしょう、相性いいし。はい、ということでサクッと祝宴5回ぐらいループさせて万枚出して帰りたいなと思っております。時間があるんでね、今日は結構ね、このお店来るときいつも福岡の前日だったりするんですけど、今日はな後ろがなくてですね、時間に余裕がありますんで、まあずっと出てくれて構わないといったところで、閉店取り切れず目指して頑張っていきたいなというふうに思います。はい、ということで本日も一日よろしくお願いします。このお店はまあずっと来させていただいてるんですけど、先週ぐらいにリニューアルをしたみたいで、めちゃめちゃ増大されたんですよね。めちゃめちゃってほどではないかまあまあ増大されたんですよね。ということで、今までパチンコがあった島の方に、スロットが入っております。ここら辺がね完全に新しい島、スロットの島としては出来上がった島でございまして、設備がだから最新ですね。はい、まあでも言うて俺天然で1万4000枚出したのもこのお店ですし、このお店が俺に天然の楽しさを教えてくれたまであるんで、はい、そんなお店で天然が打てるなんて、なんて幸せなことですか。頑張りましょう。あまりにも弱者引けるからさ、てっぺんかもしれんいただきかもしれん。いただき。あとチャンス目めっちゃ引ける、てっぺんかもしれない。いただき設定差ないですよ設定差ないですよ。冗談言うと結構コメント欄でさ、いやそれは違いますって言われたりするからフォローしとかないとあまりにも引けるから190ゲームでさユニメロトって言うから190ゲーム時点でてっぺんかもわかんないから世界最速で見抜いたかもしれないから俺のジェクチェリー34分の1だぜこれは完全てっぺんやろいや今日は安心して打てるね。あー完全にジェクチェリーしか引けん。はい、ということで2枚目いきます。3枚目でーす。4枚目お、スンプいった。でもおかげさまで BCBT どっちもいただけるんで、なんかここで見たことないエピソード出てきたらいいっすね。72ゲームスンプから、黄色なんだね。エピソードも出なかったし、お、巻物いいと、なんかいいことねえかな、1個ぐらい。ここで巻物引いた方がまだまだ良かったかもしれん。あー残念。さあようやく BT 入りましたね。これは絶対に降格させないとダメだ。まずいな。ワンチャン。お、いったー、ナイス完全に死んでた
最終ゲーム巻物助かった。これはちょっと絆の骨格テーブル高いっすね。3以上ここも刺さないといけない。ストックなんてねえから。いいあれってか取ってる弱中。あ、取ってるわ。エース終わんなかった全然。いいぞいいぞ、とてもいいぞ。熱いね。はい、二角。いやー、ストック取れた。これでかいぞ。お、やっぱ尻上がり青ですね。まあ、これでほぼほぼ尻上がりは超尻上がりで間違いないこと。これがね3じゃなくて9とか10とかだったらマジで理想的なんだけどな。ナイス。もやなし。もやなし。これはでかい。これで C まで届きましたね。共通ベルは巻物。いや、共チェリーもある。共通ベルは巻物。共通ベル。9号を買ってます。もちろん。お、さらに？あー、なリプレイ。共通ベル。はい。白ナビ。プロがおる。プロがおるぞ。まあ、これほぼほぼ。間違いなくあれですね、尻上がりでほぼ確っすね。超じゃなかった。今日も確かなんもないんだよな。なんかありそうなのに。ついたね。これはテーブル4だね。4以上。さあさあさあ頑張ろう。ここ頑張ろう。持ってこい持ってこい。巻き物だろ。違うチェリー。おいネス。ノーミス。ノーミスですね。2つ。高いぞ。巻物だ。
違うリプレイ、あ、違う違う、強チェリーだったこれね、あの共通ベルもあるし、この点でずるいんだよねいや、マジで順調、ここまでノーミスだから、すごいよ。さあ、ここも2つ広角がつきます。7戦目、さあ、ついに巻物じゃないですね。当たれば結果かもしれん。あー、普通にソックス買っちゃっただけか。さあ、あー、ここが微妙だな。ここで広角ついてくれれば絆のテーブルが QO は10になるんで、クソアチンですけど、ラッキーめちゃめちゃラッキー。これ2つけ、1個か、テーブル4ですね。さあ、これで D に届きました。でかいね、これはでかい。おお、そして曲流れた、さすが D で、シェリー上がりの前最後が確か E だったんで、 DDDE のはずなんで、で、今1個クリアしたんで、あと2つか。なるほど、ここで2個つくんだ。あ、さあ、急性だもんね。ストックを使ってしまいました。あー、多いクロスだし、まだです。ない、おっしー、あと2個かー、もったいねー、ここまで育てたのに。お前見れたいと思います。だよね。お、やば、55分の1になってる。ちょっと大移動しましょう。さすがにもうこいつを追う理由がなくなりました。有利も切れんし。はい、ということで、2代目にやってまいりました。バルブレイブですね。まあ、おそらくミミズではないかなとは思うんですけど、でもう1台ね、16連で、まあ、ミミズではなさそうな台があるんですけど、だから2台空いてるんですけど、まあ、16連でドライブが飛んでなさそうな台と10連でドライブが飛んでなさそうな台だったら、まあ、10連の方がいいかなと思ってこっちにしました。どっちも有力感はね、まだ切れてないとっぽいんで、まあ、正直ね、まあ、なんでやめてられてるかわかんないですけど、うん、まあ、なんか あんまりいい要素がなかったんですかね。ちょうど天然もいいかなっていうタイミングで飯食いに行って、ちょっと時間空けたらバレブレイブ空いたんで、ラッキー。
なんかバレブレイブっていうの結構久しぶりな気がするな。最近こういうメンバー取ってなかった。はい、おう、アキラ、ラッキー。ミヤク、アキラ、持ちメダル。あお、虫だ、虫じゃない、絆アタックだった。お、いやいや、これはでもさすがにねえ、重連してるしね。はい、謎でしたけど、アキラ謎。え、まさか霊薬霊薬霊薬みたいな感じで10連までいった前輪車そんなことある。じゃあ16連の方にしとくべきだったか。16連ありゃさすがにね、霊薬霊薬霊薬じゃねえもんな。はい、素晴らしい。マジで250枚ぐらいしか使ってない。ここでスーパーで取れたらめちゃめちゃでかい。あー危ねえ、あー危ねえ。きついか、きついか。いる。なるほどなるほど、いい話が聞けたぞ。これ今俺10連を勘違いしてて数えてなかったか、ちゃんと10連という数字だけ見てたわ。 AT だけで見たら6連でしたわ。なんだけどその6連の、スーパー行った後ちゃんと普通に継続してるらしいんで、はい、ミミズではなかったっていうのが、逆に前に言ってた方が2周して俺に声かけてくれて判明しました。あ、でもさすがにその状況であればミミズは薄まりましたね。よかったよかった。10連で、まあだから実質 AT6 連でレア役でね、継続してたら俺なんでこのダイス取っとんって感じになってたわ。あるわ、400だ。あれちょっと怪しい香りしすんな316ゲーム400ゾーン9万。いやいや、ちょっと待って待って待って、おかしいおかしいおかしいえ、なんで、400謎だよ決戦だけど、さすがにちょっと謎2連はね、しかも今400謎だし8割超えたぜまあここをなんとか通してね、スーパーぶち込んでミミズじゃないことを実証するしかねえよな。はあ、やってしまった2分1。もうもったいね。いや、まあ相当怪しいけど、ちょっともうちょっと様子は見えます。そうでない要素もあるから。700酒っすね。425ゲーム、投資増えまして、4万5000っすね。おお、15枚役だぞ。怪しすぎんだろマジで。あー
1万200でも OK だけどね。嘘でしょ。うわリプレイじゃん。あもう1個ホールドあります。あぶねー、あぶねー。あと1でリプレイ引いた場合。さあ残念ながらね、ほぼ水だと思うんで、もうここで本当にスーパー入れて継続しない限り水を否定できない俺には。よし、ドッキリ。マジ？やれるの？やれるの？まあさすがにない、さすがにないか。うん、そうだよね。まあさすがにミミズだと思いますんで、ないと思いますけど。万が一があるからね。ない、これねまた微妙なラインなんですよね。400まで追って革命拾った方がお得だと思うんですよね、ここまで来ちゃうと。だからちょっと400、だって言うてさ今日まだ401回しか当たってないのよ。200謎、400謎、715万役なんで、だからもう一回とどめの400をちょっと見たいに見たいなとこもあるし、でミミズ狩りしてちょっと弾増やして351ゲーム、600ゾーン、レイゾーン。強チャリそこで太陽薬引くんだね。革命です。さああとは奇跡の霊薬、霊薬連でスーパーを目指しましょう。それか分岐一発で有利切るか。一発目京都、京都である必要はねえけど、よし二発目よし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 。そう奇跡の霊薬連なのよこれ。何よあと間違えて分岐引いて追撃して、そしたらとんでもないことになっちゃう。あ、霊薬じゃない。さすがに霊薬引けないと無理なんよ。まあでも一応リーチしたんで、また気持ちまで見ますけど、永遠に終わんで。でこれで間違えてでも本当にね、ミミズじゃない可能性もゼロではないからね、マジで濃厚なだけで。いやまさか1000枚超えるとはな。間違えねえかな。間違えないのよ。よしじゃあ帰ろっか。いやでも待て、帰るというか、まあ、どっちのしようこの台はやめるけど、ああもうまあとりあえず周りを見ましょう。あ見てください、133分の1、まあだ普通ですよね。9の6、まあ普通ですよね。637なんですよ今。637ハマって133分の1なんですよこれ。多分あとちょっとで当たってめっちゃ弱熱します。はい、だから打ちます。
ちょっとまくりたいとかでジャグラーとか打ったりすることがまあまああるんですけど、正直6号機時代に入ってからのジャグラーで俺1000枚出したことほとんどないんだよね数えるほどしかないんだよね、まあ、つまりこれただの無駄ただの無駄な可能性あるんだよね。これだ、これ今日初当たりめっちゃ軽いしラッシュ1回も入ってないよ。これだ、4万6000円入れて550枚持ってますんで負けてます。5枚、いや6枚目やんけ。6枚目、押しますだよね。ということで7枚目いきます。おっとついに先読んだ、ようやくだよ。はあ、不本意ですがこれにてドロンします。で、ね、じゃあ見ていきたいと思います。50エーバ4300枚、この台が一番出てるやつですかね。右もでもめちゃめちゃ揉めてるんで設定ちょっとあってもおかしくないですよね。右この前輪型が5400枚、はい、ということでクソ出てるブブブカラクリエリアでございます。このカードミミズだね。でカラクリカードが、7000枚、バルブレイブ3000枚、隣のバルブレイブがこれ7000枚ですかね。でちょっと休憩中でいらっしゃるので出玉ちょっと分からないですけど、後ろのバルブレイブが3000枚出てて、カラクリこれが5000枚で、隣も5000枚ですね、5500枚で、後ろのバルブレイブが、4600枚、これもめちゃめちゃいいじゃん、8800枚、いいねカラクリ。で隣が筋肉マンだね、4600枚で、バルブレイブこれが5500枚で、これが4400枚、からか筋肉マン3000枚と隣が7000枚、この島やっぱすごい強いな。でこれラストバルブレイブ5200枚、はい、ということであと2回も見ましょうか。はい、では2回です。輪掛けが3700枚入れてるんだけど、どういうこと。これだから昨日もさめちゃめちゃ出てんのよ輪掛け、5000枚ぐらい出てんのよ、どういうことやってる輪掛け、店長輪掛け好きなの。忍び魂5400枚で、これ今隣も今 ATJ になってるんですけど5000枚オーバーの札刺さってますね。お疲れ様でございました。ビッグバンドライドは天津館さんでの収録を終了いたしまして、乱れましたね。天然バルブレイブマイジャグラー、タイプレイということで乱れに乱れまして、まあしゃあないっすね今日は。朝一抽選負けて天然行って、めちゃめちゃ惜しいとこまで行ったんですよ。尻上がりだったんで、あと2個どうすれば、13戦と突入確定だったんで、非常に惜しかったんですけれども、そこまではねめちゃめちゃ降格でさせてたんで、もうそのまま行ってくれって感じだったんですけど行けず、でそこからね一応3枚的にはあとわずか、1000枚ぐらいか、トントンくらいからだったんで1000枚ぐらいで切れるっていうところだったんで、一応追ってみたところ、あれよあれよとマイナス2000枚まで行ってしまいまして、そうなるともう取り返せないんでちょっと移動させていただきまして、一応ねページ食ってちょっと戻ってきたらバルブレイブに空きがポンポンとありまして、一応カウンターをねずっと見てて、で10連って書いてあったんですけど、それちょっと勘違いだったんですけど、ミミズちゃうやろと思って座ったんですけど、そこから200謎、400謎、で700、15万役先のということでミミズやってなって、ちょっとわかんないですけど、今までの経験上ね、スーパーで複数回継続してもミミズっぽい挙動だったことがあるんで、それを参照させていただきまして、ほぼミミズでいいでしょうということに判断させていただきました。それ以降はね、とりあえず時間も余ってたし、負けてるしっていうことで、ちょいちょいいろんな台こづいちゃったんですけど、はい、結果無駄打ちでした、はい、ただ乱れてただマイナスを増やしたっていうだけだったんで、はい、なんで総投資が7万円でございます。で回収が552枚ですということで、でパチンコはね全飲まれだったんで、はい、しょうがないですね今日は。だから本当乱れ打ちってさ勝てる気しないよね。
まあでも結果ね、あのお店自体はもうからくりサーカス、バルブレイブ本当に別積みの代わりにね、あの何枚突破みたいなめちゃめちゃ飾られるんですけど、すげえ歩けないほどに飾られておりまして、まあさすがの、出玉感だったかなというふうに思いますんで、ただ単純に抽選ね68番引いてバルブレイブせっかく増えて、でからくりサーカスも増えて、でモンキーターンも増えて、天然も増えて、チャンスはめちゃめちゃ増えたはずなのに俺は抽選負けて、天然しか座れないという、それ俺が悪いですからね。まあ、朝50番も見に行ったんですけど50番も全割れだったんで、はい、まあしょうがないです、はい、ということでこのお店に関しては抽選勝てるように、頑張りたいなと思うんですけど、本当に台数増えて、あの非常に抽選は勝ちやすくなったというか、抽選が、余裕ができたなというふうに思いますんで、まあ近いうちにまたバルブレイブとかもからくりサーカスとかも打てるかなと思いますんで、楽しみにしたいなというふうに思います。ということで今回は以上でございますけれども、引き続きダークチャンネルの収録スケジュールにしておきますので、ぜひ近くのお店ございましたら遊びに来ていただければ幸いでございますということで、まあ変更とかね結構あるんで、公式のツイッターだったり、まあ X ね、はい、もうツイッターでよくね、みんななんで X だ X だっつって、俺らの中ではもうツイッターなんだから。はい。ということで、ツイッター、なんか公式のツイッターだったりとか、いただきウェブ。これがね、ほんと常に最新になってるんで、はい、いただきウェブなんかを見ていただいて、チェックしていただければなというふうに思います。はい。ということで、イーロン・マスクに愚痴を垂れつつも、本日は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。